メン。それではどうぞご起立ください。聖会を賛美してまいりましょう。使徒信条を告白していきます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。それでは本日は詩編の126編をともに朗読してまいりましょう。詩編126編。主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アメン。それでは、聖歌を賛美してまいりましょう。神の御子にいますイエスを、共に賛美していきたいと思います。Yeah.
それではさらに賛美していきたいと思います。角笛を吹き鳴らせという賛美を、一度歌って、交換会の時、挨拶の時を持っていきたいと思います。力が今この地を
私たちは死の霊が激しく下っているんですね。その余興を受け取っていきましょう。死の愛が、また死のこの油注ぎが今日も私を覆ってるんだということを信じて告白して、また本当にその変えられた存在としてさらに死を称えていきたいと思います。走り続けるという曲を共に参加してまいりましょう。心を
私は時代によってはまた場所によっては本当に迫害を受けることもあります。虐げられることもあります。そしてそのような時にあってもどんな時でも私たちはいつも主を褒めたたえることができると、私の体が、私の心が、私の魂がいつも主を褒めたたえることができると、どうぞ働いてください。主あなたの油注ぎを追って、またあなたの身力によって私が全身移行できると、どうぞ導いてください。神様、まだ知らない人は見てもはっきりとこれは神様の技だと分かるような私たちの歩みが与えられてきますよ。私たちは自分の成功体験や自分の歩みの中で生きるんじゃなくて、主と共に生きるものです。主のために生きるものです。神様、私の人生が今日作り変わっていきますように。御言葉を通して、またこの礼拝を通して、私たちの生き方が変わっていきますように、どうぞ導いてください。あなたの十字架とあなたの復活を述べ伝えるものとして、また今クリスマスは本当に来週からアドベント入っていきますけれども、本当に主の生まれたことをお祝いする時を、またこの伝道の良き伝道の機会としても用いていくことができると、どうぞ導いてください。主に期待を持ちます。感謝してこのお祈りをイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。この日の恵みを注ぐ尽きない愛にもたれ、憂いも罪も携えて、あなたを仰ぎ見ます。全てを一番、もう一度、この日の恵みを注ぐ尽きない愛にもたれ、憂いも罪も携え、あなたを仰ぎ見ます。全て洗い流せ十字架の
番日ごとに2番もう一度日ごとに安らぎもと祈りはこの瞳に溢れて静かに深く言葉は流れ主イエスの主イエスの腕に抱かれて今日また生まれ生きる心と体のすべて今あなたを喜びます主イエスの腕に抱かれて今日また生まれ生きる心と体のすべてで今あなたを喜びます。神は愛である。神は愛である。神は実にその一人を世に与えたもほどに愛された。それは御子を信じる者が誰一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである。今日も聖霊によりて私たちの救い主神の御子主イエスキリストと愛する御子を私たちの罪の許しのために十字架におかけになるために惜しむことなく天の御座からお使わしくださったお父様の上に誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝すべての生き物を力いっぱい豊かに豊かにお捧げいたします。アーメン。おはようございます。お元気でしょうか。それではですね今日も聖書の中からお言葉をですね、見ていきたいなと思います。で、ルカによる福音書の6章の、ね、20節からなんですけども、まあ、49節はちょっと長いんでね全部お読みしません。ちょっとね私が OK というところまでご一緒に読んでいただけたらと思っていますので、ね、パワポの方よろしくお願いいたします。ルカの、ね、6章の20節からご一緒に声を合わせて読んでいきましょうか。3、はい、イエスは目を上げて弟子たちを見つめて貧しいものは幸いです。今飢えているものは幸いです。あなた方今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。人のために人々があなた方を憎むとき、あなた方の名を悪玉に蹴つとき、あなた方は幸いです。
その日には踊ります。彼ら侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方も向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者から取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら糸高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け揺すり入れ溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る量計りで自分も計り返してもらうからです。はい、まあ、そこまで結構ですね。もう本当にもういろんな教えがねもう詰まってますよね。本当にいろんな教えがこう詰まって、いるんですけども、でちょっとねこの条文というか手法の時に、ね、こう書いてます。でさてイエス様は十二弟子、このね皆さんルカ伝だけは十二使徒と書いてます。使徒、十二使徒と書いてます。他の福音書3つは弟子ですね。でも使徒でルカが書いてるんですけど、ルカは聖書の中でただ一人ユダヤ人でない人が入ってるんですね。それはルカです。ルカはパウロが伝道した時にイエス様を信じたギリシャ人なんですね。しかも職業はお医者様だったと一箇所そのと書いてるんですけどね。でこのルカが直接イエス様に会ってませんよ、ね、パウロの伝道によって救われましたからね。イエス様信仰を持ちましたから。でもうパウロにね生涯ついていくんですけども、でこのルカによる訓示はきっとね、まあ想像でしか言えませんけども、パウロがねルカにイエス様のねこの生涯の記録を書くように多分命じたんだろうと思うんですね。というのはイエス様の生涯の記録がいっぱいもうすでに出てて、中にはねちょっと事実でないことまで含まれてですね、福音書が書かれているケースもあったので、しかもこう時系列がバラバラであったりしたみたいで、ルカはですね言ったようにパウロの多分指示によって、自分自身は直接イエス様にお会いしてないんで、イエス様に出会った多くの人々から聞き取り調査したと思うんですよ。マリアから聞いたりね、あるいはイエス様の十字架のそばで十字架の刑を執行した百人隊長とかね。だから百人隊長は何言ったか書いてるのルカ伝だけだもん。百人隊長は後にクリスチャンになってね、ルカを通してね、あの時イエス様どんなこと言ってたのということをね、百人隊長聞いたに違いない。まあ百人隊長でしか分かりえない言葉がやっぱり書いたりルカに記録されてるんですね。まあ、そんなんでルカはですね、生き残ってる証人たちに
あの時イエス様どうだったの、何言われたの、何をされたのってことで聞き取って、そしてそれをできるだけ時間系列に従ってできたのがルカの福音書なんですね。それともう一つは使徒の働きですね、使徒行伝ですね、使徒行伝とルカ伝だけがルカが書いたということですね。聖書を見れば明らかではあるわけですね。でそのルカは使徒と呼んでですね、アポストルですね。三条の水訓を語られました。皆さん有名な三条の水訓ですね。で遠方からも大勢の群衆がイエス様の話を聞くために、また病気を癒してもらうために、悪い霊から解放してもらうためにやってきていたのです。すべての人を癒したと記録されています。なんというすごいことが起きたのでしょうか。そしてこれらの奇跡に続いてですね、このマタイの5章から7章にもこれと同じようなことが福音書の中に記録されているんですけれども、いわゆる三条の水訓といわれる箇所がここに残っているんですね。皆さん今読んだのもルカによる三条の水訓ですね。身元に寄ってきた弟子たちに語られたって今20節にお読みしましたね。でイエス様の周りにどれぐらいの人が集まってきたかというと、あの5000人の給食した記録があるんですね。5つのパンと2匹の魚で5000人が給食に預かったという、この数がね増えるというね、この奇跡があった時には男だけで5000人って皆さん書かれてるじゃないですか。これがイエス様の時の最大マックス、人々がついてきた時が男だけで5000人ということは、女子供入れると2万人来たって言われるんですよ。男だけで5000人ですからね。で女子供入れるとそんなわけで2万人売れ来たんじゃないかと、そこでねこのパンの奇跡が行われたんですけども、皆さんあのそのような時にみんながこういっぱいね、丘のイエス様丘の上に立たれて、小高い丘の上に立たれて、そしてみんなが三三五五ですね、石に腰をかけて、そしてイエス様が語られる姿っていうのは、あのこのねいろいろそういうイエスのその映画の時に時々ね見られる場面なんですけども、皆さんねこのイエス様の三条の水訓はね、やはり皆さん声の届く範囲ってせいぜいどうですか、今こっち音響の設備あるからねあれですけど、皆さんそれで 2,30 メートルいっちゃいます、青空の下やったら違います、皆さん。だから三条の水君はね、実際にイエス様の生の声を近くでこれをまとめて聞けたのは本当に弟子たちはじめそこ 4,50 人ぐらいしか聞けなかったんじゃないかなって私はまあリアリティに思うんですけど、皆さんどうでしょうかね、どうですか。もう2万人って相当な数じゃないですか。1枚ね、どうするイエス様どうされたんでしょうね、みんなに来るために、みんな聞いておくれ、貧しいものは幸いって言ったと思う、そう書いてないですわ。もう近くにいた人々に貧しいものは幸いですよってこんな感じで語ったものが記録になってねいるんだなということをですね、ちょっとそういうことを思うときにですね、たくさんの方がイエス様に来たんだけども、みんながみんな一斉にですね、拡声器もないのにスピーカーもないのにイエス様のお話を同時に聞けたということは現実的にね非常に難しいだろうと、まあ、そんなに思うんですけども、まあ、そういうこともね思いながら今日もですね、このねお言葉の内容についてね少し触れていきたいなと思います。で、このねマタイのね5章の中にも似たような言葉があるんですね。似たようなって同じことですね。マタイもっと詳しく3章にわたって書いてるんですね。ルカ伝は6章だけにしか書いてないんですけども、ルカ伝はもっと多くのね内容書かれています。でこの今読んだ内容の中でもですね、私たちは聖書を知らなくても教会に来たことがなくてもなんとなく耳にした言葉3つ4つありますよ。例えば私が教会に来たのはまあ高校3年生の時ですけども、それ以前にもねそういう本あるでしょ、この偉人の言葉とかさ、格言って格言集みたいあるじゃないですか、釈迦が何言ったとかソクラテスが何言ったとかね、もうずっと並べる。その中でね、何時の時を愛すよ、ね、このこともねキリストが言ったということは後でその下にねキリストと書いてますからね、あるいは聖書と書いてね、あるいは叩き求めよさらば与えられんとかですね、でそういうね言葉が聖書ってことでね知ってました。聖書読んでなかったけどもキリストの言葉であるということですね。もうそれはもう読んだ瞬間ね深く考えないで、スルーしていたようなことだったんですけども、
その中でこの聖書の言葉がですね、まあ、いくつかの言葉ですけれども、そのような有名な言葉がですね、人々の身に、まあ、残ってはまあいるんですけれども、まあ、その多くは三条の水句の中でね語られた言葉だと、まあ、そういうことだと思うんですけれども、さあ皆さんね、この今お読みしましたルカの福音書のですね20節からね、もうちょっとねもう立ち返って見ていきたいと思うんですけれども、イエスは目を上げてね弟子たちを見つめながら話し出されたと書いてますからね、大声でわーって言ったんじゃないっていうことですよ、弟子たちに言われたね。で、貧しいものは幸いですと、神の国はあなた方のものだからです、ね、皆さんね、このイエス様のものの考え方あるいは発想の仕方を私たちはこれからしっかりと自分のものとしてお互いに学んでいると思うんですけども、皆さんさらに身につくように祝福をお祈りいたします。皆さん、私たちは地上においてね、理不尽なこと、不条理なこと、なんでこんなこと起こるんですか、なんでこんな辛いことがあるんですか、なんでこんな悲しいことがあるんですか、なんでこんな苦しいことがあるんですか、私たちは時々そういうことをですね体験したくないんですけども、体験する時が皆さんあるんですけども、もし私たちがイエス様を知らなかったらもう答えは絶望ということが結構ありますよね。もう絶望や、もう失望や、世の中なんてこんなもんやって言ってですね、そういう低いレベルで自分の人生をですね否定的な結論で終わるケースが多いんじゃないかと思うんですけども、皆さんこれから私たちは神様の目線で物事が見れるように解釈できる祝福をお祈りいたします。貧しいものは幸いですよ皆さんね、なぜか神の国はあなた方のものだからですって、ね、神様知らなかったら貧しいものは不幸ですわ、ね、飢えているものは不幸です、悲しんでいる人あなたは不幸ですこれだけで終わるじゃないですか。でもね、イエス様目線、神様の視点から私たち見るとそうじゃないんだよ。皆さん、私たちはイエス様、まことの神様に信仰を持つと絶望、悲しみ、そして行き詰まり、八方塞がり、四面楚歌、いろいろありますけれども、私たちはイエス様と出会った瞬間から全ての問題は勝利に導かれていくようになります。人の間では絶望という言葉が行き交うでしょう。でも私たちはイエス様に出会った瞬間からもう絶望から解放されていきます。悲しみもあります、苦しみもあります、辛いことはあるんですよ。だけども私たち決して絶望の淵に私たちは追い込まれることがないことを感謝しようではありませんか。問題あります、だけども私たちは勝利者なんですよ。困難あるでしょう、だけども私たちは勝利者なんです。アーメン。試練もあるでしょう、だけども私たちは勝利者なんですよね。ハレルヤ、ね、そのようにしてですね、イエス様は私たちの目に見えている現象だけで決して否定的な結論を持たないように、アーメンでしょうか、言いましょうかね。目に見えている現象だけで決して否定的な結論を出さないにしよう。アーメン。私たちはいつも聖書の教えであるところの神様の目線で物事を見ることができたら、なんと力強い人生ではないでしょうか。これやっぱり信仰がありますね。またその信仰のその元いとなるのは神の言葉、聖書の約束ですね。聖書の約束に立つときに私たちは悲しみも希望に変わります、ね、絶望も私たちは希望に変えられてまいくわけですね。で、貧しいものは幸いだと、ね、心の貧しいものもあるだろうし、金品において貧しいものもあるだろうし、人間関係において貧しいものもあるだろう。だけども私たちは貧しい状況だからこそ主を求め主に近づくチャンスでもあるということが言えるのではないでしょうか。もし物事が順風満帆で全てのことはとんとめしに言ってたら、私たちは神様のことあまり求めないかも分かりませんよね。だけどもいろんな意味で貧しいがゆえに私たちは自分の弱さ、限界を悟らされて、そしてですね、私たちは神様に近づくチャンスがありますから幸いですね。皆さん、神様に出会ったら全てが祝福に変えられていきます。
アーメン。これが聖書の約束ですからね。ここにいらっしゃる全ての方々はもうほとんどイエス様を信じていらっしゃるので、そのことを経験されていると思うんですけども、まあ考えているのは私もね、何でも明かしていることなんで、古い人はねもうよく知っていることなんですけども、大学受験疲れてね、1日間あって5時間ぐらいで勉強しましたよ。高校入って、ね、もう進学校ばっかりね、進学目指す人ばっかりの学校でしたからね。だから5時間ぐらい勉強してもうずっとやるんですけど、成績がね中以上に上がらないですね。もう55人ぐらいいたけど、20番目ぐらいいったら最高やったね、うん、もうだんだん疲れてきてね、もう勉強が嫌になっちゃってね、もう結果がどんどん出たらね、やる気あってどんどんやったんですけども、結果が出なかったもんですから、もうだんだん嫌になっちゃって、そしてねもう適当な授業の受け方をしてしまって、 でもまあこんな性格ですから、落ち込んだりいわゆる閉じこもったり悲しい思いしなかった、適当に遊んでたからね、適当に楽しく遊ぶの好きやから、もう適当にですね学校だけど、もやっぱり学業のことになるとね、そう他はと遊んで学勉強の結果はこんな感じね、ある意味で、ま、心は貧しいというか寂しかったんですよ。心寂しかった、勉強ごとになると寂しいんですね、他のことは楽しいんです勉強だけ皆さん、ある意味心貧しいような状況でしたね。でもそんな時にですね、弟がですね、お兄ちゃん家の近くでアメリカ人住んでるで、60年前の話だからね、60年前アメリカの所得格差は20倍以上あったんです、30倍ぐらいあったんですよ。1ドルが360円の時代でね、うん、私は男の給料が、私高校時代の出た時の給料が7500円だったから、初任給が、ね、まあ、30倍ぐらいアメリカ格差って、アメリカの人はもう六甲道とか、ね、数も少ないし、もういわゆる山手しか住んでなかった。長田の町にアメリカ人いるかってびっくりしてね、多分下町で住んだアメリカ人の第一号やと思うけどね、エキシリチャーズ先生がおられてね、女の先生、老婦人というか55ですからね、まあ、老婦人に近いですね。で英語やってるよって聞いて、おお、しかもお兄ちゃんタダやで、タダかええなと思ってですね、そして、まあ、そこから、ね、そこに通うようになって、そして教会、まあ宣教師ですからね、教会ができたってね、この教会の前のね、神戸デパート裏側にあるですね、もうしょぼけた本当に10坪ぐらいのバラック建てみたいなところを宣教師たちが買って、そこの10坪のところをですね、ダンスホールでやったところをですね、ペンキだけシャーッと白く塗り替えて教会風の雰囲気だけ作って、そこでですね、教会をするということで、誘われたんですね。こんな教会できたらできたらどうですかってチラシもらってね、教会あるんやと思って、もうその頃ぼちぼちもう3回4ヶ月経ってたんでね、リチャオ先生、まあええんやけど飽きたなと思ってね、おばあちゃんですよね、だからもっと別のピンピンしたいいアメリカ人お兄ちゃうかなと思ってで教会行ったら宣教師も多いやろと思って、そして教会に行ったんですね。それが皆さん初めて教会に行った時です。で別に心は特に何かないんですよ、問題ないんですよ、ただ勉強だけが負けなかおもろないなと、もつまんないなと思って、そういう状況だったんですけど、教会に行ったらね、もう選挙家族がニュージーランドから来ている、オランダから来ているね、何家族かおられて、もうアメリカ選挙を含めて選挙士が15、6人いて、日本人の信徒が3、4人やって、だからそんな教会、それでもね、初めて行って、皆さん、私がカルチャーショックを受けたのは、大の大人がね、座ってさ、慈しみ深き、ともなるイエスはイエスに打ち明けうるとはいかなる幸ぞアーメンと歌って、教会ってこんなとこか、生まれた初めてだった教会ってんですわ、教会って、まあ、聞いてたけど初めて行って、大の大人がちょこんとちゃんと座って、そして真面目な歌を歌ってるわ、えらいとこやなと思ってですね、また賛美歌だからね、あと曲も美しくてね、心癒されるじゃないですか。もう私、大人が集まって歌を歌ったら酒飲んでね、タンコブシしか知らないですわ、月が出た出た、そんなことしか知らない、大人が歌えそれしか知らなかった、へえ、大人でも歌ってそんな真面目な歌を歌ってるわということとともに、カルチャーショック、ある意味いい意味でのカルチャーショックね。そしてもう一つは、やはり賛美歌のメロディーと歌詞を聞いて
心なんかスーッと入ってきたんですよ、ね、心は別に荒れてはいなかったけども、なんかやっぱり勉強ができないってことは心のやっぱり寂しさがやっぱり本筋にあるわけですよ、ね、勉強のできる人は、学生勉強の悪いな悪いとは言いませんけども、もう落ちこぼれた学生ってね、まあ、そういう色分けは自然のうちにこうできているような中で落ちこぼれの組に入っていましたからね。だからその賛美歌を聴くことによって私の中に賛美歌の歌詞がスーッと入ってきて、メロディーが入ってきて、皆さん私は賛美歌に惹かれて教会行くようになったんですわ。皆さんまさにね、貧しいものは幸いです。私の心は受験勉強で疲れてある意味貧しかった。だけどもそれがきっかけで教会に行って賛美歌を通して私はイエス様に近づくことができて、神の国は私のものとなりました。アメン。心の貧しいものは幸いです。なぜかと、神様と出会うチャンスが多くなるから。アメンでしょうか。だから私たちはね、どんな問題や悲しみ、いろいろ人それぞれありますけども、辛いことね、孤独をいろいろあるでしょうけども、私たちはそのことを通してイエス様に出会うチャンスが増えていきますから、なんと幸いでしょうか。私はそのようにしてですね、人生いつも状況だけを見て失望したりひたすら悲しんだりすることがないようにですね、その解決は教会に来て聖書に出会い、キリストの言葉に出会うことによって私たちの人生は本当に祝福に変えられていきます。孤独な人生がね、本当に満ち足りた人生にね、変えられていくんですよね。私はイエス様を信じてからもう嬉しくて嬉しくて、皆さんもうめちゃくちゃ嬉しくてね、本当に嬉しくて、もう一日中今度は教会にいるみたいになって、もう朝からじゃないな、朝が帰ってるから昼から晩まで、日曜日はね、もう前の土曜日から教会に泊まり込んで、山下先生と一緒に 寝起きして、またうちの弟も一緒だったりしてですね、もう日曜日の朝、蒼天祈祷会から夜の12時までずーっと先生と一緒に過ごしてね、で礼拝終わった後、教会学校数か所回ったりしてですね、そして近くの漫才を行ってですね、そして前の青森のお好み焼きで青森で食べて帰ったら1時ごろとかね、まあ、そんな感じの生活でしたけども、とにかくイエス様のことをしてて嬉しいですよ。そしてですね、学校で寂しい思いをしないわけでもなかったんですけども、心がですね満たされて、まあ、行きましたからね、本当に感謝ですね。まあ、二次節にも、今植えているものは幸いだよ、やがてあなた方は満ち足りるようになりますから。私たちの神様は私たちが否定的なことが否定的に終わることを終わらせないお方です。否定的なことを否定的に終わらせないお方が私たちの主です。私たちの主は私たちが否定的で、そして暗く思っているその中に神様が入ってくださって、私たちを勝利と明るい、そして希望に満ちた人生に変えてくださる方が私たちの神様です。神が我らの味方ならば、誰が我らに敵対できるだろうか。ハレルヤですね。御言葉を一箇所引用して補強しておきたいと思います。第二コリントの6章の1節からなんですけど、ちょっとこれ長いんでね、ちょっと食ってください、時間がないんで途中からいきます。1名食ってください、進んでください。はい、5節あたりからいきましょう。さあ、あらゆること、はい、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆き、これパウロが言ってるね、ちょっとパウロがね、また鞭打たれるときにも、入獄にも、暴動にも、牢役にも、徹夜にも、断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、死よでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを。アーメン、アーメン。この8節の、ね、途中からいきますわ。もっぺんね、いいことは、私このこと大好きなんですね。皆さん、私たち神様にあるときに
ですね、騙す者のように見えても真実なんだと。アメン。私たちは真実の集団です。クリスチャンの集団は真実の集団です。私たちは人を騙すものではありませんですよね。当たり前のことですよね。はい、9節。人に知られないようでもよく知られています。死にそうでも生きている。罰せられているようであっても殺されない。悲しんでいるようでもいつも喜んでいる。貧しいようでも多くの人を富ませることができる。何も持たないようでも全てのものを私たちは持っています。皆さん、私たちは神様にあるときに逆転の発想をですね、いただいて共に行こうではありませんか。私たちは弱そうに見えても強いんですよ。アメン。貧しいようでも多くのものを持っています。何も持たないようでも多くの人を富ますことができます。ハレルヤ。クリスチャンこそ真の勝利者です。隣の人に言ってあげましょう。あなたこそ真の勝利者なんだと。あなた真の勝利者です。皆さん、このパールの言葉すごい、私はパール大好きですね。こんなところがね、もう彼の教授がね示されてますよ、ね、いいじゃないですか。ハレルヤ、ね、私は全ての持ってるんだよ、ね、泣いてるようだけでも本当に喜んでるんだよ。ハレルヤ、ね、素晴らしいですね。感謝しましょう。そんな力強い人生、私たちはね信仰によって体験できます。これは信仰者に体験できないことだとそう思いますね。ハレルヤ。全能の神様に信頼し、その神様の言葉に立って生きるときに私たちは本当に知恵されていきますよ。第2コリントの12の9と10も読んでいきましょう。これもね、逆転の発想ですよね。さん、はい。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私が弱い時にこそ私は強い。さん、いいですね。弱さを覚えるから神様に近づきますよ。自分が本当に情けないから、もう耐えれないから、神様助けてください。アメン。さあ、弱い時にこそ強くされるんですね。自分が強いと思っている人は神様に頼るとしませんから、自分の持っている能力の限界の中で強いだけです。そのあなたの能力を超えた問題が来たら、あなたは弱くなります。違いますか。どんなに強いと言っていても、その人の強さの能力の中にあるときは OK でしょうけども、それを超えた問題が来るとみんな弱くされていくんですよ。でも私たちは神様が共におられるならば、神様よりも大きな問題はありません。雨ですね。世の中でもいいでしょ、山よりでっかい獅子は出んってね。皆さん、神様よりも大きな問題はないんですよ。私たちは神様と共に行くならば、どんなにあなたの目にとって大きく見えるような問題でも、神様の目にはみんな小さいんですね。ハレルヤ。私たちはこの方を見上げてね、これからもですね、この逆転の発想を持ってですね、そして生きていきたいと願っています。祝福豊かにありますように。天のお父様、皆をあがめてありがとうございます。貧しいものは幸いだよ、飢えているものは幸いだよ、悲しんでいるものは幸いなんだよ。なんとイエス様、力強いお方でしょうか。私たちはこの地上で本当に自分自身がもうどうなるんだろうか、頼りない、またいろんな限界を覚えるときは時としてあるんですけども、しかし私たちはそんな時こそ主に近づき、主に祈り、全能の神の力を体験する機会ですから、ありがとうございます。弱い時にこそ強い、このパウロの信仰の原理を私たちも見習って、私たちは強そうに見せてますけども、強い人は一人もいないことを思います。私たちはみんな大きな問題の前には弱さを覚えるものです。神の力がいつも必要です。神さん、どうぞ一人一人が聖書の言葉に立って、その約束を信じて、問題の中にあっても勝利を得ることができるように祝福をお祈りいたします。信仰を増し加えてください。慰めと力を与えてください。イエス・キリストの御名によって祝福して、
この祈りをお捧げいたします。アーメン。聖霊の満たしのためにお祈りしたいと思います。また病気の癒しの回復のためにお祈りしたいと思います。その場にお立ち上がりください。天のお父様、イエス様の御名によって聖霊の満たしを祈り願います。あなたの約束ですから、聖霊はすべての肉なるものに終わりの日に注がれるとありますから、ありがとうございます。今がその時です。聖霊を清よ、聖霊を清よ、油注ぎを清よ、神の力を清よ、神の愛を清よ、啓示の力を清よ、イエスキリストの御名によって聖霊充満されて喜んで主に仕え、旧霊の者に与えられ、家族や友や同胞の救いの完成のために用いられていきますように。否定的な悲観的な不信仰の思いを追い出して、その手から癒しの力が流れていき、多くの救いのために用いられることをお祈りいたします。否定的で悲観的な思い、また不信仰の言葉を全部追い出して、いつも前向きで肯定的で信仰の思い、また信仰の告白がなされ、その告白の言葉通り実現しますように、イエス・キリストの御名によって祝福をお祈りいたします。続いて癒しへ乗ります。どうぞ悪いところにね、手を置きましょうね。天のお父様、今から癒しを求めて祈ります。この時を祝福してください。あなたの言葉に立って癒しを宣言します。私は主であってあなたを癒すものである。ヤウェラファ。イエス・キリストの打たれた傷によってあなた方は癒しを受けたのです。イエス様の打たれた傷によって癒しを感謝します。信仰による祈りは病む人を回復させる。信仰の宣言をいたします。病人に手を置けば病人癒されます。どうぞ今手を置いている家族の方々のために、また愛する友のために手を置いています。一人一人に手を触れてくださって、あなたの癒しを宣言いたします。イエス・キリストのお名前によって、その癒しを求めているその箇所に今癒しが与えられることを宣言します。イエスの名によって癒されたり、癒されたり、癌から癒されますように。二人に一人がかかるといえる国民病になってしまっています。でも神さん、どうぞイエスの名によって悪い細胞が全部健全な細胞に生まれ変わるように、イエスなんて命じます。癌からの癒しを宣言します。イエスキリストの御名によって癒しを受けよ。骨骨、関節、筋肉、骨髄、血液、血管、皮膚、細胞、遺伝子、神経、ホルモンのバランス、すべての臓器に塩を触れてください。消化器、骨格器、循環器、神経系統、目、耳、鼻、喉、口、歯にも塩を触れてください。イエス・キリストの御名によって癒されたり、癒されたり、癒しを受けよ。入院中の方々、自宅で治療中の方々おられます。主を触れてくださって、あなたの癒しをもう一度宣言いたします。どうぞ覚えて癒してください。よろしくよろしくお願いいたします。家計の呪い、罪の呪い、出世の呪い、忌まわしい記憶のすべてのこの呪いと思われていることを今解き放ちます。呪縛から解放します。経済的なすべての困窮からの解放を宣言します。経済的な逼迫からの解放を宣言いたします。主よ、満たしてください。啓示の霊、悟りの霊、従順と悔い改める霊が注がれて、日本のに住むすべての方々がイエス・キリストの元に立ち返ってきますように。この妨げている偽りの君、日本の君、この世の支配者に向かってイエスの皆の権威によって今命じます。この日本に住む人々から手を引け。日本に住む全ての方々はイエス・キリストの血によって贖い、買い取られていることを宣言いたします。全部主のものだ、全部主のものだ。日本のリーダーたち、特に皇室の方々を祝福祈ります。皇室の方々に平和と繁栄が与えられ、また皇室の方々がイエス・キリストのお名前によって国家国民の繁栄と平和を祈り、皇居の中に礼拝堂が建立され、皇居の中にいつも
アメージング・グレースが流れていきますように。主よ、あの皇居の広場にいつも賛美歌が流れていきますように。どうぞそのような国に変えられることをまず祈ります。覚えてください。勝利と癒しと回復を宣言し、イエス・キリストの御名によってこの祈りを天のお父様にお捧げいたします。アーメン。主に祈ります。クリスチャンはね、本当に神の言葉を宣言するものです。アーメン。だから現実だけを見て決して私たちは否定的な結論に落ち着かないように、私たちは遠い将来を読み越しですね、そのことを信じて宣言することは私たちのミッションです。私たちのミッションはいつも神の栄光を告げることです。アーメンでしょうか。アーメンでしょうか。今から捧げ物を下げていきたいと思います。天の父様、今から喜んで十分の一、聖願、感謝、礼拝ごとのそれぞれの捧げ物を信仰と思いを込めて、あなたの御前に神様の畑、フィールドに信仰による種をまこうとしています。受け止めてくださって、あなたご一心の栄光とまたキリストの教会の必要のために尊く用いてください。天における報い、地における報い、また天に宝を蓄えるチャンスをありがとうございました。経営しているお仕事、ビジネス、クリニック、ご商売に特別な祝福があって繁栄、資金繰りが守られていきますように。勤めている職場を祝福し、人間関係やストレスから守ってくださって、その職場のトップの方の上に豊かな祝福がありますように。就職活動の道が開かれ、個々の家計も守られ満たされていきますように。安倍首相はじめ、日本の政府、閣僚、公共官僚、政治家たちを祝福します。この方々が内政外交面において良い政策が実行できますように。また外交面において日韓がいろいろとありますけれども、やっとのところで、ギリギリなところでジーソミアも延長破棄が停止されたということで、神様望みが少し出てきました。どうぞ日朝のことも含めて、拉致問題も神様、特別な今神様、交渉人が北朝鮮に行っているとも聞いています。神様、どうぞ劇的な解決がありますように。拉致問題の解決をよろしくよろしくお願いいたします。また神様、異教徒の中から大勢の方々が主のもとに立ち返ってきますように。迫害されている教会と苦しみを守ってくださって、特に香港における騒動があります。どうぞ若者たち頑張ってますけれども、香港の自由も守られていきますように。共産主義の圧迫から守ってください。エルサレムと聖地イスラエルには平和と繁栄と霊的な回復がありますように。今週も一人一人覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者に会うこともなく、公共の乗り物の事故から自損事故も含めて安全の福音で守り続けてください。会社や家族の方々も含めて守ってください。子どもたちも悪いものの目に留まることがないように守ってください。大阪のあのお嬢さんが無事に神様発見されたことを本当に感謝いたします。どうぞ覚えてください。また災いや大病や事故や誘惑から子たちが守られていきますように。さあ、聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバルし福音化してまいりましょう。イエス・キリストのお名前によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤー。何も恐れない、イエス様がいる。何も不可能ない、イエス様がいる。あなただけ、ただあなただけを、すべてはすべては主の御手にあり。アーメン。何も恐れない、イエス様がいる。何も不可能はない、イエス様がいる。
なただけ、ただあなただけを、ご起立いただきまして、主の祈りを捧げましょう。キリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが、御前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中でさまざまな苦難の中にあられるすべての方々の上にも、今からとこしえまで豊かに豊かにありますように。アーメン。